今日は近町の自然体験会空襲施設ネイチャー未来館、こちらにお邪魔しております。なんかセミが鳴いてる。 いい雰囲気だ。いい雰囲気っすな。ハンモックとはい、ネイチャー未来館の広場の方にいますけれども、見てよ、すごい広くてね、いい雰囲気でしょう。11月28日、この2日間開催されるニューイーウォークの11月28日の分、こちらのスタート地点がこのネイチャー未来館になります。でね、ネイチャー未来館は宿泊もできるので、こちらが宿泊用の建物になっていて、はい、宿泊予約は Facebook ページ、そしてホームページの方からできるようになっておりますので、ぜひ詳細はそちらをご覧ください。久しぶりにネイチャー未来館来たわ。しかし本当に10月とは思えない暑さです。セミ鳴いてる。さて、11月28日29日の余裕動く、自分もね参加しようとは思ってるんだけど、これだけの距離歩けるかどうか、今から少しずつ体力回復してトレーニングして、ちゃんと最後まで歩けるように頑張っていこうと思っております、はい。皆さんもよろしければぜひ、この動画の概要欄に詳細のリンクを貼っておきますので、ぜひ、参加できる方は参加してください。これはいつかお土産になったって。ここでしか買えません。本場のタコライス。こんなのがあるんだな。知らなかった。